皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、2月の、13日、朝の9時41分です。佳子様や、淡井圭介と結婚話等があった、テレビ局関係者の人たちや、あと警察や国会議員の方たちなどで、まず、この電波などの仕組みによって頭の中の考えていることが、春山整骨院を出入りしている人間に伝わっていること時点で、無理です、この状況は。で、それで淡井圭介が来れなくさせようとしているんじゃなくて、向こうの方が先に何かを聞いて、亡くなったとか言ってるんですけども、向こうの言ってる亡くなったに関しては、はっきり言ってわからないです、誰のことを言ってるのか。で、佳子さん云々の件を考えている内容のことも、向こうに伝わっているんで、先に電波で、佳子さん云々のことを、コンピューターの音声だと思うんですけども、聞いている。それによって、自分もある程度受け答えしようとしてしまう。体温が来たりしていますから、対応しようとする。やっぱり取られてる側の人間っていうのは、かなりきつい状態になるでしょうから。で、上田裁判官のことで思い出しました。もともとフルーツフラワーパークで、その当時から裁判官だったかどうかわからないんですけども、1997年、8年の頃ですね、1998年でしょうね。宇賀なつみの父親として、会っていますね。で、僕は。で、会話交わしています。で、それ以降、特にどこかであったかどうかの記憶は今はないです。で、これで大体の状況は、これはどこかにメモして置いておかなかったら、いつまで覚えていられるかっていうことにもなりますね。で、昨年その訴えた時に上田裁判官が出てきたのは、結局、以前から言ってた、精神を生産されなくなる薬についての話と、それを飲んだ人間がどうなったかと、今まで結婚話してきた人間が、実際その話を聞いた時に、どう思うかの部分。で、それをその裁判でも始めるつもりで、上田裁判官が出てきて、麻生太郎さんが、上田にやらせますとか言ってましたけども、それはもうかなり何でも前なんですよ。もうかれこれ、もしかしたらもう10年ぐらい前の映像かもしれないですね。だから、2004年の頃に高島彩に、その公用病院という精神病院に通院させられていた時に、精神の生産されなくなる薬を飲まされたと。で、自分でもいろいろと調べたのか、直感的なものなのか、それを飲まされた人間から、奇形児、障害児が生まれてくるんじゃないかと。その辺のところで、高島彩は、その話を聞いてる。で、その後対処しようとしたのかもしれない。で、今回の一番のその確定した内容っていうのは、上田裁判官は宇賀なつみの父親であって、そこも宇賀なつみの家庭も離婚してるのか、宇賀なつみじゃなくて上田なつみなのかもしれない。で、これは本人に聞かなければ私の方では分かりません。また今度、山口隆という人間の電波、声でね、コンピューターがアウトと書いて呪いをこっち側に植え付けてきてるんですけども、だから僕と一緒に働いて上の立場とかで違法行為をした人間はこの件に関わらないでください。じゃなくて、コンピューターにその人間の音声を使わせないでください。か、もしくはその人間は僕の人生を阻害する意思がある。今までの件を考えると、その可能性がある。可能性、あくまでも。コンピューターの電波で今日は朝からどんな内容を聞かされてるかって言ったら、佳子様の件に関しては、危害を加えるようなことは言ってないんですけども、だから、春山整骨院の人間とかが、その辺のところに反応して、大声でものを言ってくる。はっきり言って、鬱陶しい、腹立つ。あいつらは今更何言ったってもうどうしようもない。で、私の家では、自宅にあった、仮執行までの勝訴、貸金の、
金額に換算して、その当時、判決が出た時の300万。で、その仮執行の勝訴の書類が盗まれています、自宅から。で、警察に何回か通報してるんですよ。で、まあ、気がついたら戻ってきていた時もあるんですけども、だからスポーツの勝ち負けとかで、勝たんかったら返してあげへんぞの形かもしれない。何か良いことをしたとか、わけのわからん、内容ね。違いますよ。ずっとスポーツ業界とつるんでいたのは、春山整骨院で、あそこはいろんな限り、いろんな奴らにばらまいていた、諸悪の根源の中の生き方の一つである。で、ここのアリの第一タウンハイツでもそういうことが、蔓延した。昔一回この建物がなくなったけども、もうこの地域一帯でそういう奴らが増えてしまった。そういう組んでる人間が増えてしまった。暴力団的な組織図が出来上がってしまってる。組はね、労働組合はないんですけども、そういう悪いことを平気でできてしまう、してしまう人間が、ね、行政の中に混ざり込んでいた。はっきりしたことを言わないことによってね。それは昨日警察に通報したんですけども、一応昨日買い物に行って帰ってきた時に書類家に持ってきてるかなって見たけども、ない。仮執行までの。で、それは結局、それまでにどういうふうなことがあって、誰に責任があるとか、云々とかで、そのお金払ってもらわなきゃならないですよの話にも僕は裁判所を言うつもりではいます。だから、それはアイディア分かってるから、盗みたくなる、隠したくなる、で、そういう嫌がらせを何回もすることによっての、自分たちが裁判妨害をしてるという意識がない。で、粟井圭介が眠れなくなったりしてるのは、そもそも春山整骨院とかそういうふうなものを作らなかったらよかった。で、正々堂々と粟井圭介と話し合いをすればよかった。で、この電波のシステムに関しても、それをしないで普通に電話をかけた方がよかったっていうことなんですよ。で、今ね、さっき鏡の前で確認したんですけども、まあ今日、さっきもうその花山整骨院のやつがごちゃごちゃ言ってきたっていう部分があるのかもしれないけども、こういう顔になってると。で、さっき、鏡の前で確認しましたけども、こういう顔のところから綺麗な顔に戻しました。まあ動画でも綺麗な顔の時もあるので、まあそれで確認してもらったらいいと思いますけども、まあ大体それぐらい。で、まだ今日ね、今日の天気は正直誰が来ようとしてるんじゃないかなのところで、この晴天の青空で、はっきり言って誰が来ようとしてるかわからないんですよ。対象者が多すぎて。例えば、今年の1月6日だったら、特別よ、あの、畠山貴教さんを呼んでた覚えはないんですけども、ボクシングの元世界チャンピオンの畠山貴教さんとすれ違って、向こうはマスクしてたから、僕は最初見た時、髪の毛も染めていたから、わからないだったんですよ。で、向こうは声を出して、マジでってこう言って、それで、その声で分かったんですよ。ただ、数秒かかりますよ。で、その時は、阪神タイガースの矢野さんのトークショーがあったから、とにかくまずそこ行こうと。お金をまず手に、今までのも生産してもらわなきゃなんないか、阪神タイガースっていうことで。で、だけども、まあそこで矢野さんのところとは、そういう話は何も進まなかったんですけども。だから、その時、畠山さんの方と話し合って、ボクシングのね、県の今までの勝ち負けの分の。だから、そういうようなところで この間のアジアカップを見た時に、サッカーの出来レースだっていうところ。だけども、そこまでで、あれを見ただけで、今までのメダルを買ったりだとか、ボクシングの世界チャンピオンだとか、そういったところの勝敗が決まってるんじゃないんですよ。結局僕の頑張りなんですよ。いろんな条件を満たしていて。だから反対の方では、フィギュアスケートの方で男性も女性も日本人が金メダル取らせてもらってるじゃないですか。そこは仮に演技だったとしても、点数の付け方とか、そこの基準とかは、僕はその日どう過ごしているかを、電波の仕組みによって全て、メダルを獲得するのにふさわしいかどうかを調べられている。結局僕の頑張りっていうところになってきてるんですね。で、まあ、神がかり的な力の方で、取れてるんだったら、結局はそういうことになるんでしょうけども、だから頭の中サッカーの試合をしてるときに行くとか、普段の生活でもテレビつけてなかったとしても、結局頭の中取られたりとかしてますから、電波でいろいろ聞かされて。だから、これはもうすでに、
お金を払ってもらっていない以上、非人道的な行為になるし、賃金の不払いとかそういった内容に該当してきます。で、このどうしようもない、奴隷化させた状況をずっと継続して続けていてしまった。これはこの世の中の実態であって、それは正しくないっていうことを世間に公開して、勝ってるスポーツ選手は自分が相手を苦しめるっていう意識がとにかく薄いんです。自分が勝ってるイコール淡井さんを苦しめてるっていうことになってるっていう、気づかない。なぜならここまでこちらも頑張ってるのに、こんなにたくさんいろんな種目で金メダルが取ったりとか、大きな大会で、世界的な大会で勝ったり、勝つということは1位優勝ですよ。で、競馬界ももともと海外のレース勝った例なんかほぼなかった。なかったんじゃなかったかな、僕が、ほぼなかったぐらいですね。香港関係も海外ですから。だから僕が二十歳以降の頃に、結局スポーツの勝ち負けに取り組むような形にさせられてる状態だから、遊んではならないルールだとか、そこでさらに頭なんか取られたりしていた。そういうことが結構ある。で、今なんかもう喉がガラガラになってきてる。ちょっと喋っただけ11分だ。この手の話は隠蔽しようとして喉取られてる。喋らさないようにしようとして、証言、世界のルールは法律で、証言であり記録だから、これはしっかりと喋らせてあげなきゃならない。逆の内容はずっと作用している。で、今日の晴れに関して、スポーツ関係者の人間がまだその辺歩くかもしれない。だけども、わからない。それか、この間の 動画でアップロードした内容の、王政マリナという強制わいせつしてきた人間がマルカム正面で働いているっていう件ね。で、一応それね、ワールドベースボールクラシックかな、日本の野球の、元、代表のキャッチャーであった里崎選手、元選手がマルカム正面に働きに来ていた時かな、その前の誰か別の人かが、そいつがそういうやつだっていうことを、教えてくれてるんですけども、髪の毛の色を変えていたりだとか、カラーコンタクトとかもあるし、顔もちょっと変わっている。それによって、後から分かった。昨日かその前の日に、喋った時に敬語使ってこんかったから、なんかこいつおかしいなと思って、私の自宅の家の近くまで絡みに来たやつかなと思ったんですよ。だけど違うかった。後から思い出した。こいつ大瀬マネーの可能性高いわ、と。で、それで警察に通報して、その通報内容を動画にアップロードしました。これはもともと警察官の人とかと二十歳ぐらいの頃から、話し合ってましたけども、喋った内容とかを上を動かせるんなら、それを公開してくれたらいいと。で、これ、フルスラーパークで二十歳ぐらいの頃に、そういうことに慣れてる、刑事課の人、警察官の白髪の方で、眼鏡かけてる方で、背が高い、方のことなんですけども、その人と話したときに、その相手がね、仮に、警察官とかだった場合、その相手はどれぐらい上の方って。怖がらなくていいから教えてくれるって、僕にどうにかできるかも、僕は対処できるかもしれないからっていうことで、来てくれたんですよ。その人、何回かこの辺とか歩いていたりとかすることを見かけたことあるんですけども、だからその辺が、その情報をこちらから何か求めるようなことを言った時に、その情報がね、1ヶ月2ヶ月経過してから、どこかこの横とかを歩かれても、その件で歩きに来てるのかどうか分かんないですよ。僕もいろんな SOS を発信してるから。で、まずその人のことを根本的に最初から覚えてなかったら、声かけにくいのと、そもそももう名前覚えてないですか、その人の名前。だからその人と相談したがってるのは、その人だったら、今までそういうふうな件、対処したりしてきてるんだろうなっていうところと、昔そういうふうなところで、善意があって、助けてあげれるかもしれないで、来てくれてる人だから安心できる、信用できる、なんですよ。だから、ちょっといっぱい、話
持ってこられてあれかと思いますけども、春山整骨院はその大瀬まりなと、かなり深く関わっている可能性が非常に高い。で、そこの連中が、淡井圭介と、佳子様は、もしかしたら電波での受け答えで、問答ができている可能性がある。あくまでも可能性ですよ。だけど、その辺のところで、その内容が、春山整骨院で出入りしている人間に筒抜けになっている以上、これ無理であると。こっちが腹立たされたりするし、最悪、そういう奴らに会わされる。で、今顔は一回直したけども、その顔で一応撮影しようと。まあ、それは佳子様とかも見てるし、他の人たちも見てるし。まあ、あんまり変な顔っていうのも、正直、男関係同士でもあんまり変な顔っていうのも嫌だっていうのも、ちょっとぐらいはあります。あんまり顔のことを気にしないんですけども、それは基準を正しいことに置いておかなかったら行動が全て間違えてくるから、正しいことに基準を置くっていうことは、自分の顔のことはあんまり気にしないっていうところをある程度持っておかなきゃならない。まあ、ただ顔は綺麗な顔であったとしても、僕のホームページの内容を見てもらったら分かる通り、本当に正しい方向で生きていこうとしてるっていうのは見れば分かります。 まあ、これは他の一般人向けの人に言ってるんですけども、だから、まあ、今のこの顔に関して一回直したのにそうなってるのは、今日多分誰かが会いに来ようとしてる。その畠山さんの時が、僕の顔がこういうふうにグレードダウンして、畠山さんの方が顔、綺麗な顔になってるから、それを昔僕と会った時ぐらいの顔まで若返ってるから、いや、違うじゃないって。ね、だからこれ話もうむちゃくちゃなってきてしまうんですよ。ね、認識してもらおうと思ってるんだったらマスクを取っておかなきゃなんないでしょ、畠山さんの方が。で、僕から顔取っちゃダメだし、そもそもで言うと、だからスポーツの勝ち負けでね、僕は顔貸したりしてるじゃないですか。まあ、だからボクシングで言ったらフック主将の話だとか、まあ、いろんな話があるにしても、まあ、言葉の組み上げだとか、まあ、それで顔取れてるのかもしれないし、僕からね。で、会った時に淡井さんが僕のことを認識してくれれるような顔。で、その時の僕の顔が、スポーツの勝ち負けを行ってる時の顔が崩れてる顔だから、その顔を見たことあるから、向こうとしても崩れてる顔の方が認識できるからっていうことでそうなってるのかもしれない。だからもうその辺のところはコンピューターの応答だと思います。まあ、これぐらい、手に負えない事態が発生していて、それでも潔く電話をかけれないっていうところで、ちょっと世界チャンピオンとしてはハート弱すぎるなっていうのが僕からの、見解ですね。まあ、これはスポーツ業界へのメッセージとしてもしておきます。まあ、格闘技業界としてもね。電話。男だったら電話。そうじゃなかったら、正直、世界チャンピオンになった時の価値、ないです。ただ、何人か、ボクシングの人だったかどうか忘れましたけど、何か僕に電話かけてきてくれてるんですよ。だけども、対象者多すぎて、何ヶ月も経過したら忘れます。本当に。日々ある程度の感覚で、ボクシングの世界のことを覚えてる状態であったり、野球のこと、サッカーのこと、陸上、水泳、柔道、何から何まで、男女合わせた種目もう100超えるでしょう。もう無理、そんな状態で。国会議員の人たちとかもさらに含める、それでプラスに含めてきて、その種目の数が100種類ぐらいがあって、でね、で、世代交代があると。すでにボクシングの世界チャンピオンだけでも何人もいらっしゃると。で、その中で、もう他にもライジンとかもある、かなりめちゃくちゃ自分たちの業界では知らん人間は今いないよっていうような人物が電話をかけてきたとしても、僕からしたら、え、誰ですかそれって、どこの業界の人ですかになるんですよ。それは実際に今までの電話であったんですよ。確か。で、向こうは電話でね、あかん、忘れてるわっていう会話になってるんですよ。まあ、誰かと一緒にいるんでしょうけども。で、これ根本を考えてほしいんですよ、根本に。数がもう多すぎるんです、本当に。
だから今まで人間のその関わった数が1000人を超えるんです、深く関わってる。スポーツの勝ち負けだけでも、ね、野球の選手だけで何人代表で選ばれてるかって言ったら、20人超えてるじゃないですか。で、それで世代交代があって、そしたらもう野球で各チームの話とかまで増えていったら、野球だけで軽く大活躍した人は、僕と深く関わって、軽く100人超えるんですよ。まあ、もうその話もまた頭の中取れたりして、多分野球の方に行ってると思うんですけども、これ無理であると、覚えることが。早く早急に、その場で活躍した人は、すぐに電話をかけてもらわなきゃならない。淡井圭介に。それで一件一件対処していかなかったら、キリがない。本当に。で、あとは裁判所で、そのスポーツの勝ち負けから僕が、降りれるっていう状態、関わらなくていいっていう状態を、これを作らなきゃなんない。本当に。な、今回の、重要な要素として、その僕の顔はどう変わるかのことについてね。だからまあ、顔を取られていって、もうこれは今日の電波の受け答えではっきりと言っておきますけども、佳子様の声だと思いますよ。今日はダメって。一応聞いたんです。佳子様、今日来られますかって。ダメ。今日はダメだったんです。で、合ってるんですよね。これは佳子様にしかわかんない。で、全員が、これ、春山整骨院の人間も強く自分を戒めて、そこで絶対喋ったらダメだって思っておかなきゃならない。一番の理由は、自分たちが自然再生可能な人間を普及、河川水門開閉地山発電、地下水流トンネル発電とか、淡井圭介の結婚とかを遅らせてきた一番の原因は、春山整骨院に集まってきた人間にあるっていうこと。と、そこと深く関わってた人間。これは君たちが決めれることじゃなくて、私の今までの証言で分かることだから。で、君たちには、これ、春山整骨院の出入りしとった連中とか、今、働きに来てる介護職の連中に言うんだけども、君たちにその自覚はないの。で、淡井圭介に向かって敬語なしで話する。やめろって。本当に腹立つからって。でも、こういうふうな敬語なしで僕も話したら足組みたくなるんですよ。で、これが、人間の心情と行動の一致してきてる内容で、まあ今足に取り憑かれてた内容を外したんですけども、それで別に足組みたくなくなってる。で、余計な連中が関わってくれば関わってくるほど助ける能力ないくせに。あいつら助けてるんじゃなくて、常に余計なことを言いふらしたりとか余計なことを言ってきて、言いふらすというよりも僕が的確な情報を、持っていて、それは世界の政治経済に関してもそうだし、対応しなきゃならないことにしてもそうだし、僕が撮影をして、僕は世間に公開して、それで行政が動いてるから、警察官も間違わないよね。これもう覚えておいて。動画を削除しちゃダメなの。家の中のこの防犯カメラ、これはちょっと佳子様とか国会議員の人たち、いや、あと警察官に言っておきますけども、ここの中に、この防犯カメラで撮影してた内容、家帰ってきたら、なくなってる。録画ちゃんとしてある。で、128GB だから数日分、録画できてある。で、それに関して、例えばね、何日の、この辺のところに何日の、すぐにメモするんですよ。もう汚い文字ですけども、いいんです、これで。分かれば。日付と時刻。これが分かれば、その時間帯の動画とかを再生して、それを撮影して、で、公開する。これをしなかったら、こちらは一方的に不利だから。だけども、家帰ってきたら、あったんですよ、それまで。いついつの、カレンダーっていう欄があって、何日。撮影していたら黒文字化されてる。だけども、昨日の晩それ確認したら、データがなくなってた。誰かが不法侵入して記録を消しよう。そいつらが散々喧嘩を打ってきた内容。もうずっとこれ。だから記録出さなきゃなんないの。世間に開示して。で、よくそこまで話の分かってる警察官と話の分かってない警察官じゃ、言うことが違うの。で、この言うことを間違えてる警察官はダメなの。
淡井圭介の状況を分かってる人間は、あ、それだったらもう世間に動画公開しなきゃなんないわってなるの。そこの動画は証人が作れるから、見たよって、それ確認したって、これだからテレビ局の放送も変、今ね、ずっと前のあの事件とかをテレビでさも今起きたかのように放送してるのがだいぶ混ざり込んでるじゃないですか。まあ、あの戦争のフェイクニュースもそうなんですけども、昔のね、戦争のニュースは。だけども、災害が発生した時に被災地行って被災地の人たちを撮影してるじゃないですか。そこには何の問題もない。もともとすぐに放送できるんです。これは政府関係とかがの人間が悪いことをしていたことがバレるっていうのを恐れての裁判とかをリアルタイムで放送しなくなった。これがこの社会のすべての改革を改善と言った方がいい。改革というよりも。なんか改革ってそこまで大げさなことじゃないか。普通のことを普通にしてはいいだけだから。隠蔽とかしないで。そしたら今言ってきたのは、君が入院っていう言葉は誰かが言ってきたの。そいつを入院させたらいいの。本当はね。けど違う。もっと正しい方法はある。そいつを入院させたら、行政同士で金回しをすることになるから、元では税金だから。ほとんどの大半のお金は。それで大量の売り上げを医療機関は得るから。違う違う。僕に対して医者料払わなあかん。入院って言ってきたやつが間違えてる人間だから。これは行政とかと組んでいた人間、大量に発生している、法的、そいつらの言い出すことは法的にこういう立場にあるから自分の言ってることはとか、こういうこと。違う違う。いつ法律で大きすぎ。で、話を戻しますけど、今回の、要点、もう一回おさらいしますね。まず、春山整骨院の件が、この淡井圭介が合う合わないの件にかかっちゃダメ。で全員そこから手を引かなきゃなんねん。今でも出入りしよう奴らが悪党でいい。もともとそういう春山整骨院ができてしまった、諸悪の根源の奴ら。っていうことでいい。この一言で、その最初の頃のやつをそこで働かせようとか、もうそういうことしちゃダメ。いいから。もう出入りするやつ一人もいなくなったらいいの。晴れも整骨院を。で、早く解体したらいいの。で、何回も通報しに行ってる以上、行政に責任があるか、これ国家賠償法で、成立させなきゃなんない。行政がいつまでやっても自分たちの責任から逃げてるから。それは警察官も含まれる。一般的な行政の窓口も含まれる。絶対これ。それで裁判とか通したら上の方が動くから。すぐに建物を解体とか。これ。で、まあ裁判通さなくてもすぐ動いてくれた方がいい。だって2003年に一回建物を解体してるから。で、もう裁判所の判例に背いたら本当は即逮捕だよ。で、いや、隠蔽の話をしたからといって、淡井圭介を責めれる立場にないの。自分たちが謝らなきゃなんないのよ。自分たちが悪党側だったっていうことで。今、佳子様のことを言ってるんじゃない。春山整骨院とか、有馬警察署とか、淡井圭介を精神病院に入院させた判定をしてきた人たち、自分たちがそこからの謝罪とかをしなかったら、その状況から抜けれないの。それが本当の話だから。コンピューターとかで記録してあんの。で、そこでさらに余計なことをごちゃ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 するから余計自分たちが、の方が睡眠不足にさせられたりとかしてるのよ。で、お互いにも首を絞め合ってる状態。だから、それを全部一回きれいにしなきゃなんない。判決によって。で、もちろん晴れま整骨院に出入りした人間で明らかに喧嘩売ってきてる奴ら、そいつらに金払わせやいい。そうじゃない普通に考えて。人の家の前で、家の中にいる人に向かって話しかけちゃダメなんだから。それは人、その人の家を訪ねるときに、ちゃんと自分の名前とかを明かしてね、訪ねる。そういうことなら大丈夫。これもう昔から僕は小学生の頃から、判決でそうなってるの。ややこしい、鬱陶しいことする人間いっぱいいるから。で、家の前でもたむろしちゃダメだっていうことは、学校教育で全員習ってるの。あそこに集まる人間は学校教育のレベルすら到達できてないの。もう小学生以下になっちゃってるの。自分の方が年齢上だからっていうだけで、淡井圭介は自分の方が実力あると勘違いしてるの。集団暴行をずっとしておいて、数に物言わせで。とんでもない卑怯者の連中の集まり。
そうじゃないって言うんだったら、名前と住所の電話番号公開しなさいよって、自分から。で、自分がしてきたことを淡い圭介が動画でアップロードしたときに、それでも自分は謝罪に行く勇気すらありませんでしたって、ちゃんと正直に言いなさいよ。淡いさんに言われたけども、自分からちゃんと謝ることすらできなかった人間ですって。それでそれから先働くところない。それでいいよ。もうそういう、そこまで、してしまった連中は、何回もずっと、そういう生き方をするから。開き直って。で、もう一回今回の、要点まとめますけども、また要点まとめようとしたら、まだ入院っていう敵を。上田裁判官の件、あんまりいろいろ言うと聞いてる方も忘れてしまうでしょう。だからちょっと、まあ、複数の、まず1点。上田裁判官、またこれ文章として、1番の番号を振り分けてるところ、2月10日のところに、書いておきますから、上田裁判官は、宇賀夏実の父親である可能性が非常に高い。これは、浜松という東京駅で降りたときに、宇賀夏実が上田裁判官と話してるときが、敬語なしで普通に喋ってるんですよ。っていうのは、これは親族関係じゃないと多分無理だと思います。親戚でも多分年上の人に関しては多分敬語だと思います。だから多分父親で会ってると思います。いや、もしかしたらそこの家も離婚した方かもしれませんし、これ結構世の中いろんな各世帯で今の離婚率は6世帯につき1世帯なんですよ。これ結構確率高いんです。ちょっと前が7世帯に対して1世帯。だから、三親等以内の請求とかもあるし、電波の法則とかもいろいろあるから、何原因で、離婚してるのか分かんない。だこれが世の中の実態であるから、離婚してるからといって浮気をしてるっていうわけでもないし、ああいうふうな、大きな災害、阪神淡路大震災の時もそうなんですけども、これはテレビのニュースでもちゃんと言ってます。東日本大震災とか熊本も多いし、やっぱり離婚率が高くなってるって。いや、だから住むところの問題なんですよ。生活保護だったら住居手当が、例えば神戸市だったら4万円ちょっとなんですけども、だからそれが家賃の部分だから、安い家賃の家に、例えばね、4人家族とか5人家族が住めるかって言ったら無理じゃないですか。そこを何とかしようって考えたときに、離婚をするだとか。で、それ一応区役所の人とかもある程度相談乗ってくれるんです。阪神淡路大震災の時はそうでしたって。まあ、前回した家屋、ちょっとこういう状況、わしらも本当はそう思うって、2部屋のところに、その4人も住めたとか、もう俺らも家の中見て分かるって、もともと住んでた家からその仮設住宅は2部屋だったんですよ。でいろんな、ね、段ボールに入れて、ね、まあ、家具はそんなにないにしよう、まあ、とりあえず段ボールぐらいには入れとけるじゃないですか。もう積み上がってるんです、ね、でいやいや2部屋しかなくてスペースがもうこんだけぐらいとかになってるのに、これ4人ってこれ無理ですよねって、もうちょっと俺も上に相談してみるわっていうことで、その当時のね、区役所の人たちとかも、もう俺らもいろんな話聞いてもうややこしくなっとんねやんか、もうみんな自分の判断でいいんじゃないかっていう話にもなってるから、俺らからはもうその件については何にも言えへんから自分で判断してとか、もういろんな意見、いろんな意見言われる本当に。で、今日今の答え何だったのって家族同士もなってた。で、私の家も離婚して、父親が全壊した家屋だったんですけども、一応そこの住宅の話し合いとかで、集会所でね、まあ100軒ぐらい、12階建ての分譲マンションだったんですけども、そこでね、どうするのかっていう話で、ね、行政の人を交えて、で、ここの家に残っとかなあかんから残っとくで、まあ、離婚するような形で父親が、まあ、その東山高校に残って、で途中から、賃貸の、マンションに、変わって、で、まあ、また一時期仕事をしに行ったりだとか、そういうような形になりましたね。これはもうしょうがないと言ったらある程度しょうがないんですよ。住居手当の枠決まってるから。で、その辺のところの、
これね、例えば、その辺の細かいところ、本当のところ、これ、それセーフなの、アウトなのっていうところ、細かく知ってる人なんかまずいないんですよ、世の中に。今の例。警察官の人でも、それも実際、それ裁判所でどうなるのところで、俺らも判例なかったらはっきりしたこと言われへんからって、これはもう正直なところじゃないですか。もう僕もそうだし、もうみんなそうだから、もうそこ、春山聖子で、あいつらぐらい、本当にの、本当にあの、ね、社会の社も知らん、社の字も知らん、なんかその辺の、もう、例えば、そこの桃源郷のところに働きに行きました、老人ホームで。で、他の働いている連中、正社員の人間とか、例えば部長の人間でも大したことないっていうことすぐ分かりましたから、で、ある程度話したときに、その人たちも言いました。本当はこの人の方が上だから、とか、いろいろ話したときにね。私たちもそんなにいろいろ知らないし、とか。本当はそう。で、話戻しますけども、多分、上田裁判官は宇賀なつみの父親で、もしかしたら、この間のその法廷に関して、まず病院関係に的を絞って、その精子の生産されなくなる薬に関しての裁判かもしれないんですけども、ただこれ、法的に考えたらね、四親等以内の関わる人が裁判官になっちゃダメでしょ。で、だから、宇賀なつみの立場はどうかで、これは変わってくるんですよ。どちらとしても。多分無理でしょ。上田裁判官があの裁判するの。いや、多分わかんない。上田裁判官も自分から言ってくれないから。淡井さん覚えてます？僕が宇賀なつみの父親ってな、フルーツラパーコで名乗ってた、上田裁判官ですとか、自分で言ったらいいんですよ。自分のこと全然言わないから、その人も。顔合わせ一応したんですけども、私が担当者ですとしか言わないから、もう今までの経緯、全然自分から何も言わないの。言ってれば話進むかもしれないけども、国会の方で話どう聞いてました？麻生太郎さんが上田やらせますって言ってる映像が流れたんですよ。だけどその映像ってかなり何年も前の VTR だったから、だいぶ前に決まってた裁判で上田裁判官に裁判をさせようとしていたのか、じゃあ10年前の頃の映像だったとしたら、情報は全然変わってるでしょ。だって浜松の駅で、宇賀なつみと上田裁判官が一緒に、いたのを見たのは、こう、電車から降りた時に、二つ三つ先のドアから降りてきていたんですよ。宇賀なつみかと、後頭部しか見てないですけども、それ喋ってる声を聞いた時に、あれ？宇賀なつみやん。多分そうなっちゃうかって。けど横に男おるでって。あれ？本当はやっぱり、ああ、あの人が。かなとか、なんか結婚したことになってるけどって。まあこっちもいろいろ、まあ考えてる状況。けど後頭部しか見てんし、これもけどこの距離だしはっきり聞こえてんし、もし電波だったらとか、やっぱりややこしい。だまあその時の状況とか、後からSD カードで送って言ったりだとか、してるから、っていうことは、麻生太郎さんの、その上田にやらせますって言ってたのは、多分10年ぐらい前。顔とかを見る限り、もっと若い頃の麻生太郎さんだったから。だと思いますよ。だと思うとしか言えない。老人の人も顔を若くしたりできるから、わからない、本当に、これは。聞かなきゃ、それこそ。もう短い話で物事を進めすぎ、本当に。で、あとは、春山整骨院の連中の件に関しても、その佳子さまだと思われる人間のね、人間じゃ、基本的に喋ってるのはコンピューターだとは思うんだけども、かなりコンピューターが返答してるなっていうのがわかるんですよ、佳子さまの声。で、もっとややこしいのは、僕はこれ寝転んでる時にね、右向いてる時と左向いてる時と上向いてる時で、コンピューターが言ってくること違うんです。で、別に求めでもないのに、山口隆という警察官としても見たことあるし、秀和株式会社の北神戸店の店長とか、スマ店の店長をしたりだとか、もともと河川の撮影を僕と二十歳ぐらいの子と一緒にしに行ってる。
で、子供の頃東山高校に来たことのある人間、未来からの声を多分聞いて動いたことのある人間で、秀和株式会社で淡井圭介を長時間労働させていって、横転事故までつながって一月370時間っていう労働時間で、結局それ、またやらせたん誰なのっていう話になって、その山口隆っていうものが言ってるんですよ。新人の人間に週6日も働かせるのどう思うとか、そいつが事故したらどう思うとか言うから、分かりました、じゃあ僕は週6日でしますって言って、で僕はさっき遠方に行かされて、そこ誰に行かせるかっていう話になって、新人に行かせたらええねんとか自分で言っておきながら、話の方向の誘導、これ売りに行くところが距離遠ければ遠いほどやっぱり、居眠り運転になるんですよ。もう帰りクタクタになってるから、大体さえ睡眠時間少ないから、で運転距離が長いから、こう最後の方にね、もう居眠り運転になっちゃうって、距離短ければ短いほど居眠り運転まで突入する前に帰ってこれるなんです、あの仕事の場合。今はちゃんと労働時間守ってるような形に変えてるかどうか、もう会社見てみなきゃ分かんない、これだけ言ってるから行政が多いで変えてる可能性あるかもしれませんけども、だからまあその山口隆っていうものに関しては、その後テレビ局、読売テレビでも働いていたりしましたし、だから正直その人間の声聞きたくないんですよ。それも自分のしてきたことをテレビ局に出て言って、淡井圭介、慰謝料とか賠償金とか何も払わないで会社という形で払ってもいいでしょうし、何もしてくれてないんですよ。そのくせこの辺現れて、最初事故した直後なんか上から目線で下向いてるやつはどうこうみたいなことをね、僕は階段登っていくと、階段登っていくときにね、上見上げながら登っていく人なんかいないでしょ。すぐ家の前のそこの有馬警察署行くところの踏切のところ、なんかややこしいこと言ってくるやつおるなってなんか聞いたことある子やな思ったら、あ、山口隆やないかって、こいつ自分が会社側なのにまだ自分の立場分かってないって、平謝りしてくるんだったら分かると思うけども、もう年齢上とか自分が店長しただけで、もうその調子、もう大体上に行った人間の方が謝らなきゃならないから、この社会の仕組み、それでこの社会の仕組み分かってるかどうかよく分かるから、もう普通に働かせても同じ、大体ピン跳ねとか、ピン跳ねっていうのは一人の人間を跳ねるっていう意味じゃなくて、賃金をカットする方をね、人材派遣会社の人間とかをコロ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 入れ替えたりとか、普通に自社雇用のパートアルバイトをコロ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 入れ替えたりとかして、雇用助成金でお金を稼いでた人間とかね、それでその人たちの正社員雇用とかは賄われたりしてるから、頭が上がらんのははっきり言って社会で出世してる人の方なの。いろんなことも改革とかできてないから、改善ね。で、そういった人間の電波の声とか無理やり聞かせてくるから鬱陶しいんですよ、はっきり言って。この状況だ、コンピューターで電波で淡井さんに何か聞かすのをやめよう、電話をかけように、これ切り替えた方が絶対早い、確実。それやったら六歩やわっていう話になってるんだけども、だから六歩だからそれで早く対応してもらわなきゃなんない、今電波で聞こえてきた声ね。だけどその人もそれやったら六歩やわっていう老人の男性の声で言ってきてるんだけども、それが高等裁判所まで、その上田裁判官の後ね、高等裁判所に挙げた時の対応してきた人の長谷川っていう人か、もう一人の裁判官の人の声だと思われるしか言えない。実際会ってその人の声を確認したか、確認できてないから、名前聞いて。これが裁判官になった人間の卑怯な生き方。自分から身分証明書を開示して、私が、〇〇という裁判官ですって自分の名前を言って。まず顔合わせしなきゃ、最初に。じゃなかったら、電話かけた時どうなってるかって言ったら、対応、窓口に出てきた対応者の声が怖い声になってる。これが法律名と第何条がある程度入ってないから、そういうふうな声を聞かせてきてる可能性が高い。これは僕は二十歳ぐらいの頃に、こういうふうなことになってるんだけども、それ知っておいた方がいいと思って、意地悪を言おうとして僕言いに来たんじゃないからで言いに来た人はいるんですよ。いや、これ覚えてなかったら無理。高等裁判所とかまで、上告して、で、そういうふうな声を聞いて、そこでね、こっち側も、後からその声を、なんであんな怖い声で言ってくるんやろうって、原告に向かってって。
かしな人やなっていうところからスタートして、その記憶を思い出して、ああそういうことか、ああコンピューターが音声変換機能を使ってきてるんだなって、多分あったらちゃんと普通に喋ってるんだろうなって、そういうことなんですよ。だからこれはそのシステムも政府の隠蔽を暴こうとしたらそういうふうなシステムが多く、これ絶対無理じゃない、そんな世の中改善できるわけないじゃない。岸田さん何してるんですかっていう話になるんですよ。自民党の人たちも、公明党も。僕ですよ。公明党と自民党連立組んだらいいって。それで世の中しっかりと改善できると信じてますからって。安倍政権の頃。そこからです。間違いなくですよ。僕が提案してその通りにしてきて、何もその辺のこと変わってないじゃないですか。何してるんです、本当に。って言えます？一般の人。言えないでしょ。一応僕、岸田さんとの、その、今まで受け答えとかあるから、岸田さんも何とか良い世の中にしようとは思ってるんですけども、自分もしなきゃならないことが多いのと、どういうふうなことが末端で発生してるかっていうことを知ってなかったら対応ができないじゃないですか。もういっぱいいろんなこと多すぎる。特に電波の世界。余計、科学省いらんのとちゃうかなってもう最近思い始めましたから。本当に。そんなものがあるから余計にエネルギー消費してるんちゃうかなって。その余計な電波とか。それ電波、エネルギー、電力。余計。いっぱいいろんな人が聞いと。っていうこといっぱい電力使ってる。それだから、電波塔を通しての電波だから、本当は電波だから、電気の伝導率低くなるでしょ。大気中。でしょ？っていうことは、本当は発信能力結構上げていて、出力結構使ってるでしょ。電力たくさん使ってるっていうこと。一人の人間に対してじゃないから、世界中でそれしてるから、それだけでも電気節約できるんじゃないかなって思いますもん。エネルギーの残存量問題があるのに。これ、答えは。で、だから、まあ今、まあ家の横を歩きながら人間の声で、老人男性の声で、何曜日って言ってきた人がいるんです。で、天気予報を見たら、報道ステーションだからかもしれないけども、木曜日が、雨マークになってる。木曜日誰も会わへんのかなとか。もう、正確な情報を淡井圭介に言わなかったら意味がないの。それをしない限り、解決しようとする意思がないとしか受け止めれないの、世界も。第三者が聞いたときに。僕みたいに潔く生きたらいいじゃないですか。顔なんか一晩寝たら治るんだから。だから、僕の顔を使って綺麗な顔して会いに来ようと今日誰がしてるのって本当に。はい、もう一度言いますよ。2024年の2月13日、その人を捕まえましょう。もうスポーツ業界の人間もそれで捕まったらいい。で、それを、国庫に返納させるんじゃなくて、僕の口座に振り込ませること。で、もともと紀子様とかも、雅子様かな。まとめてお渡しいたしますとか、そういうこと言ってるんですよ。一応、安倍政権の時に、菅さんが官房長官の時に、安倍さんかな、菅さんどちらかが、こちらの方で、差し押さえといて、一気に君に渡すと。だから、もう、尋常じゃないから。無理、そんな、何百件も裁判なんかできない。だから、各スポーツ団体のこと。無理だからそんなこと。もうずっと一生裁判しなきゃなんなくなる。終わらないからそんな裁判って簡単に。始まってから。すんなり認めてくれる人だったらいいですけども、大体次の公判が開かれるのって、早くても大体2週間後ぐらいだから。一つの件で。人生終わっちゃうよ。請求だけで本当に。むちゃくちゃでしょ。その佳子さまとか。もう今まで。だから今まで結婚話してきた人間は、もう素直に、特に先に結婚した人間、どうってその精子の生産されなくなる薬と、そこからのね、生まれてくる人たちから、奇跡児とか障害児が生まれてきてるっていう話を聞いて、それで淡井さんと結婚したくなくなりましたっていう素直な意見、それは別に賠償金求めたりしないから。そうじゃなくて、アンケートというか、その受け答えのね、自分のサインと実印をした感想をちゃんと出して、結婚したくなくなりましたと。それが君たちの防御、盾にもなるの。で、それを
僕にちゃんと渡しなさいって言ってるの。だからまあ佳子さまの方とかでそれまとめれるんだったらまとめてもらって、だからもう見たからテレビ朝日の受付にあの、ま、眞子さまがいたの、眞子さま集めてもいい、眞子さま、もう個室降りたから、もう眞子ちゃんでいいと思う、その方がお互い喋りやすくていいと思うんで、あの小室圭さん、そこ、敬語、やっぱり補佐人になってもらわない、法律たけてる人じゃないと無理だから、本当に裁判、そこで法律たけてない人が混ざり込んできて、足引っ張られても僕も困るから、僕も法律、本当はたけてない方だから、本当に、毎日それ仕事でしてる人じゃないと無理だから、本当は裁判って、本当に。本当、いろんな判例しておかないと、弁護士さんも負けるときは負けるから、本当に。僕たちも全部のことを知ってるわけじゃないからって。言うから、普通に善意ある。あの、恥ずかしがらずに本当のことを言ってくれる弁護士さんは、本当に。本当にそうですよ。その辺が人としての潔さ。みんな背伸びしすぎ、こんなに世の中、こんな判例の例がいろいろある、この世の中で、その判例もどっからどこから何見たらいいか分かんない世の中で、その、分かる。司法書士会館にも判例の、本があるの知ってる。おい、あんなの端から端まで全部見ようと思ったら、1年ぐらい時間かかるから。無理、本当に無理。僕知るの。その隣、すぐ近くに住んで歩いて行ける人じゃなかったら無理だから、そんなことできるの。お金なくなる交通費、時間もそうだけども、働いている人、一生無理。時間的に、物理的、法則性で無理。ね。だから法テラスがあったんですよ。ほとんどの人は、所蔵費用の給与申請、投資上げないと弁護士さん無料で。国のしてきたことですから、っていうことで。これ。国家賠償法。みたいなもの。法テラスの弁護士さんの、雇う費用。円安なるだけ。答え簡単です。あとは自動車の生産とかの生産台数を極端に下げさせたらいいの。そしたらエネルギーの残存の問題の解決に一つつながる。あとは建築業界をしっかりと抑え込む。以上。答えは簡単。あとは一般人の人たち、早く車を売却すること。もともと電車バス等でみんな移動できます。出勤もほとんどいると、そうですよ。電車バス等で移動できる。雇用助成金をやめて、そういうことをきちっと守ってる会社のところに、政府からの補助金出してあげたらいいんですよ。労働時間これぐらいでも、交通費ちゃんと、満額しっかりと支払ってあげて、ここまでちゃんと駅から歩いてきてる人は、一回これぐらい出しますよとかね。そういうふうに仕上げたらいいんですよ。だから、それが、往復で1000円だとか。駅から会社まで歩く時間ですよ。まさか7時間も歩く人はなかなかいないでしょ。さすがにそれはバス使った方がいいと思います。だからそれをね、一時期テレビでも放送していて、行ってた会社あるんですよ。その放送が一切なくなった。雇用助成金ほどいらないものはない。それがあるから、コロコロ人を入れ替えるんじゃないですか。あれ、半年か1年、1年だったと思うんですけども、働かせたら、100万なり、以前なんか150万あったような気もするんですけどね、なんか1人につき、100万の雇用助成金、1月の労働時間でしたっけ、1年の労働時間でしたっけ、もう僕もそれ分かんない。で、政府もそれ変えてくるときは変えてくるから、例えば今の、確定申告、今の時期だったら、扶養の控除のところ、いつの間にか108万になってるから、本当に。僕が以前知ってたのは、138万の書類は見たことある。で、それがその後、どうやら128万になって、今108万になってるみたい。テレビの放送を見る限りは、そう、フェイクニュースとかも流れてるけど、もう、さすがにその辺の数字に嘘はないはず。ただ、税務署行ってみなきゃ分かんない部分もある。もう、こんなテレビの放送の仕方されたら、もう、正式なその年の書類見に行かなかったらみんな不安になるから、こんなテレビの放送。それと政府がそんなところの金額コロコロ書いちゃダメって、もう一回せん、もう自民党の人たち叱ってしまった方、本当に無理に決まってるでしょ。一般人の人たちが仕事で扱っている人もわけわかんなくなるから、本当に何年前の時の金額をちょっとそれ僕らも調べてみなきゃわかんない。普通にそう間違えたことを伝えちゃダメだから。しっかり調べて、もう多分何年だと思うけど、ちょっと確認しとこうか。これ。本当は仕事の基本はこれだから、絶対確実に 100% 正しいことを伝えようってするとき。それしなかったら間違えるから、みんな。
もう頼みますよ、自民党さん、公明党さん。政府の書類書いちゃダメってあれだけ言ってるのに、書いていいのは法改正で余計な法律を削除すること。それ。で、これだけはっきりした答えが出たら、もうそれ、雇用助成金なんかいらないから、ちゃんと駅を降りてから歩いてくれる人のところの会社に、助成金を与えるの。これが正解。今、ブーとか音鳴らしたバカいるでしょ？そいつ、邪魔しようとしてるやつ。まあ、最悪電波かもしれないけど、大体車が鳴らしてる。どこだろうな、今通った車じゃない、距離的に。わかんないけども、音は基本的にこの建物で反射する。向こうの方、150メートルぐらい先から、もう夜中、夜の12時過ぎ、女4人組がギャーギャー言っていて、そっちの方向から聞こえたような感覚だったから、私。で、そこ見て、あれおらへんな、めちゃくちゃ大きい声だったから、いやいや、もう夜中とかだったら、平気で300メートル先とか、平地だったら400メートル先まで聞こえるから、平気で、本当に。結構はっきり。で、外出たら、まあまあ、外出た頃には、もう1分ぐらい経過してるんですけども、まあまあ、先50メートル手前ぐらいまで来てる奴らがいて、で、そいつらに向かって、お前ら今何時や思うとねって、こんな時間に大声出すなって、こう撮影しながらね、言ってるんですよ。これしなかったら無理。その人たち、叱られたことを忘れるから。で、すぐに開き直るから。ちょっとこの辺歩き始めたら、もうその先、そっち、10メートルぐらい先行ったら、またもう大きな声だし、騒いでるから。もう酒飲んでる。酔っ払い。酔っ払いの4人組。意図的に歩いてるんじゃないの、酒飲んで。酔っ払ってるふりをして、嫌がらせ。もうごめんなさいね。毎日毎日こんなに長い動画、アップロードさせてもらって。以上です。これがこちらの状況です。